人体の各器官の中でもたった一つ正体のわからない巨大なタンパク質製のスフィンクスなんだ。地上20億の頭蓋骨を朝から晩までガンガン言わせ続けている怪物そのものに他ならないのだ。人間の脳髄と称する怪物は体の中でも一番高いところに鎮座して、人間全体の各器官を無木のごとく追いつかいつつ、最上等の血液と最高等の栄養分をふんだんに搾取している。脳髄の命ずるところ行われざるなく、脳髄の欲するところ求められざるなし、何のことはない。脳髄のために人間が存在しているのか、人間のために脳髄が設けられているのか、いくら考えても見当がつかないという、それほど左様に徹底した先生ぶりを発揮している人体各器官のご本尊、人類文化の独裁君主がこの脳髄様々に他ならないのだ。